福島競馬場第11競争ですメインレース11レースは第52回七夕賞芝コース 2000m G3 16頭で争われますスタートしました横一線綺麗に揃いましたコースタートは外16番シャイニープリンス 内からは3番の名将・ですまず3番名将ナルト先頭2番手は横に広がっていますが13番、ウィン・リバティ16番、シャイニー・プリンス間から7番のヤマニン・ボア・ラクテ2番手に上がります内は2番のクリール・カイザーが続いていって1番、マイネル・ラクリマ5番、マーティン・ボロ8番、アルバート・ドックも好位につけましたあとは15番の中山ナイトがいきます中段には4番、ダ・コール9番、バーディーイーグル外は14番のステラ・ウィンドです1コーナーーナをカーブしていきます さあ先手を取ったのは3番の名将ナルトです名将ナルト飛ばしていきましたリードを4馬身、そして5馬身ン取っていきました2番手には7番の山忍ニンボアラクテ3番手2番クリールカイザーそして13番ウィンディバティ4番手から3番手間で5番のマーティンボルデ向こう上面ですその後ろから16番シャイニープリンス内は1番のマイネルラクリマ中段には中山ナイトそして8番のアルバートドックですその後3頭固まって4番ダコール外はステラウィンド間は9番のバーディーイーグル5馬身ほど離れました後方 からいったのは10番のルミナス・ウォリアー外は11番名カンパク、名将関白あとはばらけました12番のオリオン・ザ・ジャパンそして最後方からは6番のマジェスティー・ハーツです。 縦長の展開飛ばすす名将ナルトです3コーナーカーブに入っていきます依然として5馬身近いリード3番、名将・ルト先頭2番のクリールカイザーが徐々に詰めていきましてその差は3馬身に縮まりました2馬身に縮まって34コーナー中間3番手には5番のマーティン・ボロ山人ボアラクテムチが入って4番手、追走アルバート・ドック外から押し上げました間から4番ダコール接近そして外からはグーンと上がっていきましたシャイニープリンス内は1番マイネル・ラクニマさあクリールカイザー先頭直線コースに入りました2番クリールカイザーが先頭だクリールカイザー,アルバート マーティンボロ外からダコールがぐんぐん追ってきましたアルバートドック200を通過してアルバートドック先頭家クリルカイザー外からダコール外からダコールオリオン・ザ・ジャパンが追い込んでくる内をついて1番マイネル・ラクリマ先頭8番アルバートドックアルバートドック2番と4番ダコールアルバートドックゴールインアルバートドック4歳馬アルバートドックが制しました